日本东京。大家好，我今天来到了日本。哎，好久没回到日本了，一年半在日本没有拍武术。今天还有一位嘉宾，大家应该知道了，我住的铁粉的话应该知道。来了来了，东东，东东，懐かしいなこの感じ。辛苦辛苦，好久不见。啊，握手不行吗？现在可以可以吗？哎呦哎呦哎呦，好怀念，真的是好怀念，想我了吧？一点都不想。我们多少年没合作？就在日本，应该是很久以前了。什么久？东北六个城市之后就没拍吧？不是、啊，没那么久，这个没那么久啊。他的记忆力有问题。问问粉丝吧。哦，问问吧，你们猜一下。对，我问。我们想不起来。然后你知道今天去哪儿干嘛吗？我不知道。不知道。这个规则好，规则也好怀念吧。原来的我住的规则是什么都不跟他说，他啥都不知道的情况下去拍。这个，京都，京都，暑そうだね、また。走走走，去京都。早晨七点多才。说吧说吧。你今天去京都？然后呢？然后去看酒厂。这次的主题是日本酒。嗯，开心不？因为好不容易咱们一起去那个玩嘛，再好好喝酒。你说的啊，我怎么管呢？你能喝吗？我能喝，能喝啊。你为什么？很容易醉啊。啊，没关系，没关系，有你有你们吗？有我们。只因为负责拍酒。时隔三年左右。我们再次聚首拍摄《我住》，向着喝酒之路出发吧。现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代，一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。到了到了，哇，京都，哇，丢钥匙的京都，挺好的，哼，天气也很好，人很多，对，他是主人公。其实早就有家室了。怎么称呼？杨笑，杨笑，海笑的笑。你好你好，东东，哎，东东你好，走走走，对，喝酒吗？啊，对，喝酒。那其实他不知道他是主人公，我什么都没告诉他，就是我们节目的一个。规则，京都的这个伏羲米的地方有二三十家酒厂，然后里面最出名的就是月桂冠，今天想带大家去月桂冠看一看。啊，还有我问一下，就是你们早上有吃纳豆吗？啊，那就 OK。哈？吃纳豆为什么不行？去酒厂之前是绝对不可以吃纳豆的。哦，有意思。那你不早跟我说，要不然。对呀，我真不知道。酒的发酵的过程里面，纳豆菌呢是对酒是有最大的影响，会让酒整个变质。这不是那个平安代吗？哦，对吧？谢谢。坂本龍馬って書いてある。ここで？对啊。哇，めっちゃ嬉しい。後で行きたい。もう全然歩いて。对。不要去月桂冠。哎呀，马上就到。哇。コースか。工事のままですかこれ。建物当時のままです。もう今中入れない。今日月曜休みって書いてある。月曜休み。本当だ、月曜休みって書いてある。本当だ。参观入口。没有缘分了。帮我拍一下。哪里？这个平安的呀。OK。走。
还要怎样？还要怎么样？拍了。有着悠久历史的福建地区，是日本有名的酿酒之乡。我们今天要去的酒厂就在附近。整个这一片的我们能看到的都是月桂冠的房子。这个也是以前他们的家吗？这个是原来他们酿酒的地方，内脏，就是脏就是库拉，武器库拉。然后，对，现在一半呢变成了纪念馆。这什么？啊，自动自讲，曲高远。这个叫酒林 ，Sakebayashi。这个地方是跟酒有关的。这个地方有酒卖。这个吗？每年冬季酿酒的时候是绿色的，然后挂上去，那到第二年就是春天要马上要卖的时候，就变成现在这个颜色。然后就每年都换是吧？每年都会换。酒已经酿好了，现在可以卖了。进来之后就开始喝酒了是吧？喝酒了。别着急，别着急。不用看历史什么的，不感兴趣。我们先从里面。这个我看过，这个很有名的，这个对。这个设计，对吧？干什么？1909年，哇！1909年是他那个叫大仓酒造研究所创立，明治时代吧？天皇的吗？对，天皇喝的。哪一个？这个？这个呀？现在也有吗？现在有，就是每年都在做。然后每年呢，这个也是为天皇做的，每年都会，对，宫内厅会找他们，然后就会为天皇家来酿。对，这都聞きしたいんですけど、天皇家にあの、日本語でなんていうのか、献上してるってですかね。ご用達。献上してるお酒は飲めるんですか、ここで。ここでは飲めません。ここでは。ここじゃなければ飲めない。その場でないと飲めない。天皇と一緒に酒飲まないと飲めないってことですか。いや、飲みたかったな。天皇也从掉的，可以找他。东东跟亮哥再出名一些，然后帮桑盖被天皇邀请你们去参加的话，就能喝到。对，被他邀请。这就是传说中的研究所。一般不让进。一般人。月桂冠的公司的社员也只有10%的人进来过。研究所。综合研究所，因为杨笑长期和月桂冠有合作，所以这一次才破例允许我们进入研究所参观。他们准备了什么东西呢？就是今年秋天准备卖的新的酒，然后这次也是专门为了试一下这个酒才来的。研究途中。そうですね。まだ研究段階です。まだ製品たち世の中には出てないような。すげえ。それは光栄だな。またなんかこう変わったりするかもしれないけど。そう、まだまだこれから。今しか飲めない。新会二号。是什么意思？是100年前的酵母。啊，いいね。我喜欢。反正味道是有一点酸。对，これでいくらぐらいですか？2000年，来到日本深造的杨笑，渐渐喜欢上了日本酒，不仅取得了立酒师、日本酒讲师等资格，也萌生了让对日本制酒感兴趣的中国人能够品尝到更多优质日本酒的想法。2013年。杨笑在日本创立了自己的贸易公司，专门向中国出口日本酒。酒吧吗？这个？梅国际发酵所。对，名字叫发酵所，其实是一家清酒吧，也是一家餐厅。好新呐！哎呦，好新的。这是酒吧吗？不像酒吧。你看它都是透明的，都可以看到里面是做什么。你看它里面的那个桶都是用来发酵各种梅子酒的。啊？它在这里就可以做。他们在这儿酿酒。对。哇，好厉害啊！啊，我一下叫的。啊，等我，等我，等一下，他给我什么？
あ、すみません、もうすぐ7時なんで、はい、お酒飲めなくなっちゃうんで、はい、営業は8時までです。あ、8時まで、はい、その今の緊急事態宣言で東京は7時までだったじゃないですか。京都は8時なんですか。京都は8時です。あ、そうなんだ、はい、結構場所によって。あ、違うんですね。なるほど。これは何料理ですか。私は発酵に結構特化してるんで、はい、まあ、ここで作った麹を料理の中に使ってます。あ、麹料理、はい、どこら辺が麹なんですか。こちらがロースハムで、上にあの発酵キウイと発酵キウイのソースになります。あ、キウイとキウイ、はい、もう他にも麹だけじゃなくて発酵させてるものが調味料とか。あ、料理の中に。いただきます。どうぞ。いただきます。なんかいっぱいありすぎてどっから食べる、うん、うまいか。今ね、だし美味しく感じるよ、ね、うん、これ美味しいよ。まあ、これも美味しいです。何ですかこれ。発酵サラダになります。発酵サラダ、はい、発酵サラダ全然わかんねえんだけど。へー、美味しい。なんかめっちゃ味ついてる感じなんですけど、これはもう何もつけてない、そのままの人参の持ってる味なんだ。へー、これ結構衝撃だな。なんかね、つけたみたいな感じになってますけど。うん、たし、じゃあ、これオボペンしてんの上だ。クミン、クミン、クミンですか。いや、でもどんじん使ってる。クミンは入れてます。あー、クミンシシもどんじん。ジュエ、あー、ジュエ、ちょっと、クミンシを使って。おめでとう。待ってました。そうですかね、入ってると思うんですけど、はい、これはハーブを入れてる。これ、はい、これですか。はい、あー、ただ、今年まだつけたやつよね。但是就是比方说这里面放什么样子的。那这个还比较淡，是，对，泡的没那么久，就没那么回事。もうちょっと俺つけた方がいいような気がする。だからその段階を楽しめる。そう、これもつけ始めな感じがすごいします。これが1年だ。わあ、全然色が違う。全然違うね。ああ、ああ。これだよね、これですよ、これですよ。日本に帰ってきた感じ。反正我会觉得这个太甜了。啊，太甜了是吧？嗯嗯嗯。还你比较喜欢喝这个？这个比较，比较淡吧。太甜了这个。嗯。如果喝多的话，这个肯定比较好。这个喝不了那么多。でも梅酒だね。嗯，对。僕中国に住んでるんで、その緊急事態宣言でその7時とか8時までしか飲めないっていうのは、そんなんじゃ居酒屋やってきねえじゃんっていう、びっくりしたんですけど、そういう影響はないんですか。いや、影響だらけですよ。だから1年間お酒はずっと日本ではね、あのこのコロナの悪の根源みたいな扱いをずっとされてきてるわけじゃないですか。それは僕はずっとこう酒屋を継いだ時から思ってるのは、僕らの扱っているのは本当に薬にもなるし毒にもなると思ってるんですね。着いた時にそれこそ親父に言われたんですけど、扱っているものは合法的ドラッグやでと。でも間違えるとこれが国から規制されて飲めなくなるでしょ。だからお酒とか今何残ってるかって言ったら、やっぱり使い方を間違わずにいかにやるかっていうのはすごく重要なことだと思います。まあ、今から10年ぐらい前、その東北で震災があったじゃないですか。あの時に僕もね、なんか酒売ってる酒屋って必要かなって考えたことがあるんですよ。まあ、あの津波の地震を見た時にね。でもそれが3ヶ月経って半年経って1年経って、じゃあその避難所の人が生きるか死ぬかの場面には水とかガソリンとかファンが必要なんだけど、豊かに生きていくにはやっぱりスポーツとか音楽とか酒とか必要じゃないかな。だから、まあ、今回のコロナでも生きるか死ぬかとか、本当にこのコロナをコントロールしないといけない時に僕らの酒ってのは多分不必要だと思うんです。でもこのコロナがもし収束していって、楽しく生きていくとか豊かに生きていくとかっていう時に、またお酒の出番があるんじゃないかなと。だから今僕らお酒売らなくても、お酒にまつわることを今の間に逆にいろんなことを考えていくっていうのは、まあ、それも酒屋さんの役割じゃないかなと。めっちゃ哲学的ですね。そんな考えてるそんな考えてる酒屋さんもあんまいないでしょ。だから僕ら先のもう潰れるとこまで行ったんで、だからこそ考えざるを得ない。考えざるを得ない。
第二天早上。走。Hello， 我们再往西边走。再往西边走。奇怪吗？很奇怪。再往西边走，我的中文水平还不行啊。我觉得你们每次行李东西太多了，对吧？像搬家似的。干嘛？四个人四个箱子就够了，为什么四个人？要高级一点啊，各种各样的器材，要拍的好看啊。但是你有点失望吧，京都，没有你想象的那么，就是没有那么古老的那种感觉，就是一部分一部分一部分而已，其他的地方都是一般的。他以为整个京都的城市都是那种古老的那种，你看广告太多了，反正看我住的五年前的我住就可以了。我们拍过，离开了京都，我们的喝酒之旅仍在继续。下一站会去哪里呢？我也不知道。Hello， 我想揍你！会你公司走。好厉害！哇哦！もうちっちゃい頃からこの月経感をついて決まってたんですけど、なんかなんとなくそんなつもりでありましたけど。まあさすがにね、400年も続いてるんですもんね。親父が作りましたとかってね、はい。いらねえとか、うん、そうですけど、もうそのご先祖様にみたいなそんな話だよね。挺好看的，这个节奏也很好，很慢。200年前からの街並みずっとここに残ってるんです。哦哦，蹭了他们的，潮流。这是200年前的老街，还留在这儿。哇，很有感觉。很有感觉。嗯，这个，三个，1000日元，好贵啊！我是觉得这边，我也觉得这边是新路前的路，怎么样？看看地图不好吗？大家，太喜欢个江景画。我们在 YouTube 新开设了会员频道，打开和之梦官方频道主页，点击加入，每月仅需290日元，即可享受我住会员加长版视频以及专属福利，快来加入吧！